ちょっナワリの意思がなくなったことでいろんなハレーションが起きてまして第一報があってこれ翌日の新聞ではねね、えー、もうねこれ G7 外相会合で黙祷で黙すよ、えー、当然ねプーチンも欧米諸国からはねどういうことなんだと暗殺なんだろうと分かってんだぞっていうふうに、ね、突き上げられて経済制裁が何からねあるだろうということも当然予測はしていると思うんですけれどもねでもや,やっぱまあ当然こうなりますよね。ロシアに対抗措置をするとバイデンさんは言って そして G7 外相会合で黙とでフランス大統領の言葉ロシアの弱さ示したそうですねこれねやっぱねプーチンが本当に強ければ自分のね性的となる反体制派を。 まあまあ泳がしつつ彼らが活動していながらいやそれでもこっちの方が人気が大,大きいよねということでまあ、泳がしつつ力量というか懐の広さっていうのを発揮できるわけですよだからナワリーヌイが、えー、ロシアに帰国した時にすぐ逮捕しましたでしょあれもねやっぱプーチンの弱さなんですよねこうやって人の道とん いい度胸してんなといつでもねまた暗殺されちゃうのに帰ってきたんだふんどうぞどうぞ活動しておらんと全然意味ないからねって活動させてそれでもやっぱプーチンが強かったらほらねってなるわけですからやっぱ強ければね最大の性敵を泳がす選択肢が取りうるわけですでもやっぱプーチンは戦争を仕掛けちゃった3日で終わるはずなのに全然終わんないわけですよもう終わらせる方法ないわけですよね結構 疲疲労困憊ででれちゃってますよで次選挙どうなるんだと戦争を仕掛けたはいいけど何十万人も死んじゃってねこれ反体制運動とか起きたらこれたまんないなと何とかしてそれを抑えなきゃいけないということですぐ逮捕そしてこのタイミングで殺害ですからなんかこうナワリヌイの扱いそのものがもうナワリヌイの存在そのものがもうプーチンにとっての脅威になって きちゃってたんんだと思うんです。プーチンに弱り目、たたり目、プーチンの弱さ、ロシアの弱さがあるからこそ、そういうところにナワリヌイを捕まえ、そしてこのタイミングで殺害ということになったんだろうと。フランス大統領のね、えー、この発言はほんとその通りじゃないかなと思いますね。余裕がない。はい、武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。